欧州郵便電気通信主官庁会議は1959年6月26日に設立されたヨーロッパの電気通信及び郵便の標準化組織である。略称の CEPT はフランス語表記コンフレンスロピンでアドミニストレーションスデプストイでデリカミュニクシャンズからヨーロッパにおける郵便及び電気通信に関する公共政策及び規制関係の検討、調整、 標準化を担う。1988年には参加に欧州電気通信標準化機構を設立し、1998年に電気通信分野の標準化業務を一部移管した。また、郵便分野も1989年に国際郵便機構を設立し、一部業務を移管している。2019年3月現在、48カ国、アルファベット順。 アルバニア、アンドラ、オーストリア、アゼルバイジャン、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ジョージア、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リットアニア、ルクセンブルク、マルタ、モルドバ、モナコ、モンテネグロ、オランダ、北、 マケドニア、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、ロシア、サンマリノ、セルビア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、トルコ、ウクライナ、イギリス、バチカン。ありがとうございます。